はい、ヒロの F1 です。今日も F1 のホットな話題を取り上げていきたいと思います。チャンネル登録と高評価お願いします。チャンネル登録で最新の F1 ニュースを見逃さずにチェックできるよ。トップチームに戻りたいリカルド、レッドブルを目指すの話題です。アルファタウリのダニエル・リカルドはマックス・フェルスタッペンと並ぶコクピットを目指していることを隠していない。手の骨折から回復中のリカルドはマクラーレンでの2年間の苦闘の後、昨年末に F1 から完全に離れた。リカルドはグッドウッドの公式サイトに対し、マクラーレンの誰とも仲違いしたわけじゃない。しかしそれは全てパフォーマンスベースであり、言ってしまえばビジネス面がうまくいかなかったということだと述べた。33歳のリカルドは解雇されたことを認めているが、実際にはオーストラリアに戻りもう気にしていなかった。ある意味その決断をしてくれたマクラーレンに感謝している。というのもちょっとした穴の中にいてそこから抜け出せるかどうか確信が持てなかったからだとリカルドは語った。レッドブルレーシングのチーム代表であるクリスチャン・ホーナーは、リカルドがレッドブルの F1 ファミリーに復帰した主な立役者だと考えられている。リカルドは多くの悪い習慣を身につけていた。リカルドの昔のエンジニアチームの何人かが悪い癖のいくつかを取り除き、非常に素早くバーチャルの世界でレッドブルで慣れ親しんできたものと同じ状態にリカルドを戻すことができたんだ。33歳のリカルドはジュニアチームのアルファタウリに復帰した直後に手を骨折したが、2024年にはフルタイムでチームに帯同する予定だ。しかしレッドブルレーシングのセルジオ・ペレスには2024年の契約があるにもかかわらず、苦戦を強いられているという憶測が渦巻いている。オーナーについて尋ねられたリカルドは次のように答えた。ファミリーに戻って感じたこと、コーナーの僕への投資、関心、両手を広げてくれたこと、コーナーは本当に大きなサポーターだと感じている。コーナーは僕の能力を知っているから、僕がそのレベルに戻ることを本当に望んでいた。ここ数年、多くの人が僕への信頼を少し失っていただろう。でもコーナーが僕を快適にするためにしてくれたこと、元レースエンジニアのサイモンと僕をセッティングしてくれたこと、コーナーはまだ僕ならできると信じているし、それを見たいと思ってくれているんだ。そして今リカルドの使命はマックス・フェルスタッペンと並んでかつてのポジションを取り戻すことだ。僕はクリスチャンに言ったんだ。ファミリーに戻った今、僕はとても幸せで自分自身を気に入っているから離れたくないんだってね。全体像としては僕はトップチームに戻りたいんだ。もし来年僕がトップチームに戻れるのであれば、それもまたエキサイティングなことだ。本日はトップチームに戻りたいリカルド、レッドブルを目指すの話題でした。チャンネル登録と高評価お願いします。チャンネル登録で最新の F1 ニュースを見逃さずにチェックできるよ。最後までご視聴ありがとうございました。次回のヒロの F1 をお楽しみに。